さーて始めるか。確認にやることがあるんじゃないのか。バカ野郎、魚介類は足が速いんだ。黙ってくれ。何か言いたいことはあるか、凌介。別に。今日の交流戦は始まったが、俺とお前の対戦がすべて。望むところだ。始めようぜ、凌介。本物のバトルってやつをな。7-1が前に出てるぜ。意外といえば意外だったね。7-1が先行で行くとはね。スタート直後に微妙な駆け引きがあったのは確かだ。2000脚のドライバーは何らかの意図があって後追いのポジションを選んだってことにはなるな。こうして後ろについていると凌介のやろうとしていることが見える。俺は凌介を見切った。信じらんねえ。完璧なコントロールのできる人なのに。そこまで攻めないと逃げられないんだ。半身間で新快速をちぎれる凌介さんについていけるということは、須藤恭一も超一流ってことだ。あの凌介さんと互角のテクニックを持ってるんだ。さすがに波の走り屋じゃないぜ。綺麗にラインを乗せていく。首都圏で鍛えた俺の目で見てもお前のレコードラインは完璧だぜ、凌介。だがそれゆえに俺にはもうお前が怖くないんだ。Caught in the storm of your warm air.
忘れちゃいないぜ凌介。お前も多分よく分かっているはずだ。今日のバトルは互いの走りにかける哲学と信念の全てをかけたバトルだってことな。圭介さん、兄貴だよ。この局面を打開できる、信じろ。たちの悪い車だぜ。くるっと回って同感度立ち上がり、加速競争では手も足も出ないな。どうした凌介、なぜ仕掛けてこない。お前はそんなに諦めのいいやつじゃなかったはずだ。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るかソルかのワンチャンス、チラチラと見え隠れする。犯人を名のようなとバコンつく。絶対有利な立場にいるはずなのに、なぜか追い詰められている気分のせい。俺の中に凌介に対するコンプレックスが残っているのか。だが勝てばそんなものは消えてなくなる。どこからでも来てみろ凌介。高速コーナーを足掛かりにしてチャンスを作り、お前の唯一の弱点を作る。今日チーム、お前の弱点は2人だ。はっきり言えば下り坂が下手くそだってことさ。凌介、てめえこの野郎は。完全勝利、関西にレッドサンズありってな。そんな凌一さんが負けるなんて。バカ野郎、まだ勝負はついちゃいねえ。2100の再加速性能ならこの程度の差は取り返せる。凌一ならやる。問題ない、兄貴は読み切っている。このまま逃げ切る。We are caught into the storm, into the eye, going on the mind. Will I ever see you?
なぜだ凌介。どうしてもわからねえ。俺とお前の走りの何がどれだけ違うのか。俺がなぜお前に勝てないのか。頼む、教えてくれ。京一、俺から見ても俺とお前のテクニックにほとんど差はない。気休めを言うのはやめろ。車をコントロールするテクニックの問題じゃない。お前の弱点は下りコーナーだ。ある特定の条件の下りコーナーに限って弱点が顔を覗かせる。すげえ、すげえ。下りだと。グッドリーム。バカな、ありえない。種を明かせば答えはシンプルだ。ツー、京浜急行には高速下りコーナーがないんだ。スリー、高速運転で鳴らす京浜急行だが、横浜伊勢は首都圏でも屈指のテクニカルコースだ。しかし高低差はそれほど大きくはないからな。高速下りコーナーに苦手意識があるのか。先日の2000とのバトルで俺に手の内を見せすぎたことがお前の敗因の一つだ。負けた。